今日午前9時40分ごろ、東京都内の路上で複数人が刺されたと通報があり、通行人8人が怪我をして病院で手当てを受けています。目撃者によりますと、男が突然ナイフのようなものを取り出し、次々と通行人を刺していったということです。警察は男の身柄を確保し、この逆に何ができる、嫌味とかじゃなくて素朴なあれなんだけど、逆に何ができるのかなって。聞こえない。じゃあ聞き返さないでよ。聞こえてたわけでしょ、うん、じゃあ聞き返さないで。すいません。いやいや、謝ってほしいわけじゃないから、倉田さんが何ができるかっていうことを一つ、うん、教えてほしいの。トイレ掃除でもいいし、灰皿掃除でもいいし、岩本君なんて、うん、何かやることありますかって僕のところに聞きに来るもの。すいません。あ、また謝った。僕が言いたいのは、いや、言いたいというか、ここまで来ると願いだね。願い、僕の願いはミスなく効率よく仕事をしてほしいの。お願いしますよ倉田さん。この通り。お願いします。いや、はいはい、認めた。自覚あるんだ。あと言いづらいんだけど、倉田さん、単純に体臭が、いや、ごめんね、でもこの際だから、なんだろう、小汚い、あ、なんだろう、こうヘアスタイルも、いや、僕だってこれでも覚悟を持って言ってるわけですよ。あのね、町工場と言ってもね、多少はね、気を使ってよ。僕なんかほら、大デコロ、大デコロ今どこでも売ってるよ。ドンキでもコンビニでも。コンビニ売ってないか。はい、ちゃんと聞いてた。もちろん聞いてます。じゃあ、なんて言った僕。いや、ですから、ドンキでおでこを買って、それで清潔に。バカにしてんの。ごめんごめん、すいません。大きい声出させないでよ。やるべきことをやって、それを僕に見せてください。お願いします。早く食べな。昼休みになくなっちゃうから。ちゃんと座って食べなって。みっともないから。